ダッシュさん、何でしたっけ、魔女の帽子ありがとうございます。こんばんは。ちょっと待って、これすればいいな。あ、見えちゃうかな。こんばんは。そうです、今日はパーカーでございます。すいません。最良一さん、幽霊ありがとうございます。あー、それはバーストだよ。あー、おめでたかないんだが、これはパーカーです。ユニクロじゃない、どこのだろう。わかんない。パーカーです。日高浩二さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。今日中指の爪切ったんです。うん、爪割れて中指の爪切ったので許してください。マックミックさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。サプライズレバーさん、日高浩二さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ハロウィンですね。はい、明日はついに うさぎは月に帰る日です。違うか、狼か。山下さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。久島大吾さん、コウモリありがとう。明日でドボンも終わります。はい、なんか今日かわいいって言われるパーカーあるっていいね。違うかな、パーカーのおかげじゃない。1ヶ月長、まあそうですね、長くもあり短くもありって感じでしたね。はい、まあ、このまま行けばビンゴには出られるし、出られるんじゃないかっていう感じですかね。はい、ただ本当に明日全くできないっ
って言っても私はね、私自身は全くできないって言っても過言ではないので、ちょっともしかしたら危ういかもしれない、1位の座が、さっき西川れいちゃんがハルピョンさんかわいすぎるってとうとうはん、待って、なんで急に。マークーンさん、ナオさん、ユリアさん、大佐ありがとうございます。急に、え、何、え、どうしよう、明日6時に起きる、でも、そう、明日もちょっと忙しいというか、忙しくて、ずんちゃんとずっと話してた。嘘、待って、ちょっと照れるんですけど、どうしよう、待って、体が熱くなってきました、やばい、待って汗恥ずかしい、本当に言ってます？ショールーム見るよ私、そんな、今日のショールームですか？2週間後に見ます、じゃあ映像倉庫で、本当に、本当に、待って、それはどっち、待って、言い過ぎとかあるよ、れいちゃんが抱きしめたいって言ってた、待って、本当に言ってますか、待って、嘘、抱きしめてほしい待って、ちょっと待って、本当に垂れる、え、どうしよう、今日の配信ですか、2週間後に見ます、じゃあ、え、これを見てモチベ上げます、はい、いいでしょう、羨ましいだろう、レイちゃんに抱きしめたいって言われたハルピョン、羨ましいだろう、どうや、メモってますショールームね、今日の配信ですね、まあ、今日言ってくるってことは今日ですよね、きっと、ちょっと照れる、やばい、ニヤニヤしてるよ自分、母さん、マー君さん、ビギナさん、大佐ありがとうございました、え、嬉しい、どうしよう、でもレイちゃんってまだ高校生ですよね、あ、違う、そんなことを考えてるわけじゃないですよ、いや、もう、照れる、嬉しい、恥ずかしい、サットさん、パンダさん、ハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます、やば、幸せ、ずんちゃんとれいちゃんがそんなハルピョンかわいいって言ってくれてるんですか、どうしよう、KTAK さん、山内さん、チャールさん、大佐ありがとうございます、待って、どうしよう、飯田さんの本見よう ゲッターズさんの本、今日はフットワークを軽くしてって感じ、まあいいや、嬉しい、
ケニーさん、パンダさん、サク太郎さん、間違えた、サク太郎さん、パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。タケニーさん、ミラーボールありがとうございます。あ、じゃあそんなハルピョンなんですけど、まあなんかね、ちょっとハロウィンっぽいことした方がいいのかなって思って、前日なんですけど、もうそろそろ触れてくれていいんじゃない、このフードこのフード誰か、もうそろ、あ、お化けのコスプレだと思いました、もしかして、あ、あ、お化けです、こんばんは、こんばんは。最近なんかで見た韓国のアイドルのカムバック、誰だっけ、ひなのさんかな、バンちゃんかな、誰かのインスタのストーリーかなんかで見た韓国のアイドルのカムバックエミネムのコスプレ、エミネムのコスプレって何、知らない、全然違くない、なんかめっちゃ怖い人なんだけど、え、怖い、おじさんなのかな、出てきて怖っ、ひげ生えてる人、まあそんなのどうでもいいんですけど、あ、落ちちゃった、角をさっきつけたんです。サットさん、ハムカツパラダイスさん、対戦ありがとうございます。これはオンライン、違う、なんだっけ、生写真、あ、待って、バーストさせちゃった、私ごめん、何も考えずに出してたわ、生写真、おうち生写真のあれなんですけど、え、待って、これぐらいの髪の毛にしたい、切って、切れない、無理、切りたくない、切りたいんですけど、めっちゃ、でも本当はね、でもみんな切ってるじゃん今、だからガオ、先ほどまで別の女の配信に行ってました、あ、し、あ、待って大倉さんだった、しかもガオビギナさん、カメさん、サプライズレバーさん、大さん、ありがとうございます。これは橋本環奈さんのコスプレ、なんか昔あったじゃないですか、なんか私橋本環奈ですみたいな覚えてますか、そういう CM みたいなあったと思うんですけど、それです、何の CM だったかも忘れちゃったけど、
ほど、回を追う、先日回を追う、す、あ、そういうこと、すが出て、はい、イエイありがとうございます。メンス、あ、それかも、メンスレータムの CM かも。森のパンダさん、いちごプリンさん、対戦ありがとうございます。なんかそれです。そう、この携帯で調べればよかった。あ、 YouTube 開いちゃう、やばいやばい、大丈夫そう、音楽出ない、ちょっとした、これくらいの画角、こちらです。こちらが橋本環奈さん、こちらが橋本春奈さん、皆さんはどちらがお好みですか？メイクすればよかった、今日ちゃんとそしたら撮れた写真、これ難しいんだよね。あ、できた。山内さん、なるなるっちさん、大変ありがとうございます。いいよ、ハートが良かった、ハートが良かった、めっちゃ赤のリップ塗ったらもう完全にそれです。ハルピョンになら職場のプリン食べられても許せる、だって、取りまくってやろうその角で、あ、角か、その角でつかれたい竹兄さん、やめておきます、やめておきます。本性があらわになりました。見ちゃダメ、そう、ちょっとね、もともとそのなんて言うんだろう、お風呂上がりってこともあったりとかして、結構今もう何にもね、髪についてない状態でサラサラストリート、ストリートじゃないストレートするんって感じなので、ちょっと後ろをね緩く編んで止めて土台を作ったって感じ。そう、山内さん、コウモリありがとうございます。あ、やばい、
ほう、みさきさん、すみちゃん、大佐ありがとうございます。お風呂入りました。すっぴんです。すっぴんのハロウィン楽しむ女です。こんばんは。今日はね、お目目の調子が良かったの。だからすっぴんでハロウィン楽しめた。まだだけど、見て、ほら、見える？今日はいい感じ。たかちゃん、パンダさん、大勢ありがとうございます。間違えた、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ホーン、みさきさん、日高浩二さん、大勢ありがとうございます。違えた。難しいこれ。ほら、あ、これでピョンムービー撮ろう今日。橋本春奈です。メンソレータムの CM ぜひください。待ってます。やろうさ、ビラボール4つありがとうございます。じゃあさっきの竹兄さんのも一緒に歌っちゃいますね。間違えた。パンダさん、ミラーボール2つありがとうございます。なんだっけ、夢のルート、歌詞どこまで歌ったか忘れた。サビからか。頂上へのその途中で自分が何番目か今の居場所を知って、また頑張ればいい、そばに誰も仲間がいない、孤独を感じるけれど道は道は続く続く、また会えるよ、ゴールまでの長いルート、みんなそれぞれだよ。遅くたって確実な道を選ぶ人もいる、走り方が美しいと評価をされるだろう、流した汗の量、あ、間違えた、ここまでか。で、サプライズレバーさんがもう4つミラーボールくださいました、ありがとうございます。で、流した汗の量も誰かが見てるよ、ありがとうございます。じゃあ次の曲を選んでくださいと思ったんですけど、なんか角をついてるので、どうせならこの曲を歌おうと思って、 歌ってやるよ。歌ってやるよ、お前ら聞いとけ。歌えるかな。金やば、緊張してる。筋肉を触ら、なんか変、待って、キちょっと一回ちゃんと聞きます、すいません。キどこ？筋肉を触らせてよと、これぐらいの声ね。OK、 すいませんね、いきます。筋肉を触らせてよ、どんな感じなのか興味があるのよ、
気だね。ありがとうございます。これは今日限定、明日はまた別の曲を歌うので、はい、パンダさん、小森ありがとうございます。2個歌って、さっき1個歌って、もう1個分だ。ててててててて、て今日のバッグなんだか重くて、そう誰かに持ってほしかった。ありがとうございます。今日のバッグこれくらいですか？わかんない。なんだか重くて、そう誰かに持ってほしかった。これか、見つけた。ありがとうございます。何、大倉さんがまた何か言ってるんですか？スルーしますスルーしまーす。はい、それもいいって言われたんで。たまごさん、対戦ありがとうございます。さくたろうさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。明日は、あ、でも明日もこれくらいの時間かな。本当は早く寝たいんですけど、ちょっと予定があって、あれあれ、わあ、みずいさんが光る猫タワーみたいな、ぬいぐるみタワーみたいなのを投げてくださいました。しかも本日誕生日だって。ちゃんとピョンルームの掟を守ってる人がね。ピョンルームでは誕生日、自分の誕生日にタワーを投げなくてはいけないという謎のルールがあったような気もするんですけど。いざいざありがとう。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、コメント変えたら行きます。おたおめじゃないですか。せーの、タワータワー、ありが光る猫なんたらタワー、いぬいさん、ありが光る猫タワー、ありがとうございます。そしてハッピーバースデー、誕生日おめでとうございます。ウェイ、おたおめハピバ。いいですね、10月 30日にお誕生日って。なんかだっていろんなアイドルがコスプレし始める時だから自分の誕生日すごいワクワクですね。可愛い子のコスプレがいっぱい見れる。うちの嫁と同じ誕生日だって。お嫁さんハッピーバースデー。お嫁さんタワー待ってます。嘘です嘘です。嘘です。そう、お祝いしてるみたい。再送されたんですけど、やだやだ、拷問だ。
にゃんぴょん、はいはい、お返しします。はるぴょんツイッターのいいね、あれ待って、ツイッターな、何いいねしたんだろう私、あらなんかいいねしちゃ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 、やばいやばい、まあ何いいねしたんだろう、最近野球ばっかりいいねしてるんだけど西川れいちゃんがハラピョン可愛いね、めっちゃく言ってくれる、なんで嬉しいんだけど、どうしよう、報告ありがとうみんな本当に、どうしよう、ごめん。G62 さん、くちゅんさん、大変ありがとうございます。坂川ひよかちゃんのお誕生日、あああれかな。私の写真ないと思ったやつかな。こんなにひよかをしているのに私の写真がないぞと思ったやつかもしれない。私の推しなのでね、坂川氏は。いいねじゃなくて、いねえだったそれ面白い、いねえちゃんみつさん、レクサーさん、対戦ありがとうございます。かなりんさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。あがりー、かなりんさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。テロップ何がいいですか、小悪魔ですとかの方がいいんですか、なんか人来そうなテロップ考えてください自分があのハルピョン以外の配信でこのテロップだったらちょっと気になって入っちゃうかもなっていうテロップなんですか、コスプレ系で、なんかハロウィン系で、あ、角生えてます、なるほど、ハロウィン前日に悪魔になっちゃいました、いかが、めっちゃ長いもうゼリフしてないもんキムチャイモナさん、イラボールカブサムニダ、ありがとう、カブサムニダ歌おうじゃん。じゃあ稲井さんは今日お誕生日なのでその特権で角生えてます、採用。そう、誰かに持ってほしい方だから、ちょっと頭押しおじさんが住んでます、ごめんなさい、ちょっと待ってください、うん、炭酸ジュース飲んだ後って歌えないですよねだから、あ待って、そう、誰かに持ってほしい方だから、ちょっと頭を絞ってハートをつってみた、チッ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 、
ちゃうぞ。堀新さん、大変ありがとうございます。ウイスキーは喉を広げるようだって。ウイスキーってどんな味？ハルピョンが初恋なので次の恋になかなかさせ、いやーどうしよう、初恋させちゃったなかなか進めませんだって。もっと赤リップの方がいいですか？西川れいちゃんの話で熱くなっちゃってさ。サプライズレバーさん、トラック野郎さん、大変ありがとうございます。もっと赤くしてみた。コワクマっぽいだって。やった、今日は褒め言葉。でも私なんかの占いみたい、なんか心理テストみたいな、なんか LINE 心理テストみたいなのあって、なんかあなたがどういうなんちゃらなのか、なんちゃらなんちゃら、あ、なんか電車、あ、なんだっけな、は、羽についちゃった。なんか電車で空いてる位置どこに座りますかみたいな心理テストがあって、それをしたんですよ。何がわかるんだろうなと思って、そう、それしたらあなたはなんか恋愛、なんか小悪魔恋愛、うん、小悪魔系女子ですみたいな私でした、今日の私。でもみんなあそこ選ぶってって思ったんですけど、なんか隣の人がいないところで壁側っていうか絶対そこ選びません？他のところは隣の人がいたりとかしたんですよ。そう、乾さんのタワーがハルピョンの使い魔に見える。いや、小悪魔の覚えはないんですけどね。てかあれ達成すんのかな、ハロウィンのやつ。もしや無理、明日も長めに配信できたら。そうなんだよね、今日も明日もね。って小悪魔って噂ありましたね。あ、そう、そんな噂あったっけ。いっぱいやりたいけどね、できなそう。キムチャイムのオッパオンニー、あー待って、めっちゃハメにしてんだけど恥ずかしい。ミラーボールありがとう、カムサムニダー、ありがとうございます。めっちゃ恥ずかしい、歯磨きたいブドウジュースで洗い流します。全然洗い流してないついちゃった。マンのおっぱ、ミラーボール、カムサムニダ、ありがとう。糸をつってみた甘いため、チラリと見ておねだりするの、え、ワルピョンですかね。何になるんだろう、ハルキーなのかな。でも悪そうだから、ワルピョーンで
マコリンさん、ハルキャンさん、対戦ありがとうございます。角が生えちゃいました。すみちゃん、ミラーボールありがとうございます。筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの、女の子には興味津々。はい、ありがとうございます。もう業務命令みたい。今の できなかった。プッププッできなかった。最初恥ずかしい、最初できなかったの恥ずかしい。隠れたい。あ、また来た。西川れいちゃんから、ハルピョン可愛いから抱きしめたいって話も聞いた。嬉しい。こんなに言ってくださってる人がいるってことは本当ってことですよね。どうしよう、本当に照れるんですけど。やばい、もうさっきから顔赤くしてるばっかり。やばい、待って。本当に嬉しい。どうしよう、待って、やばい、はずい。照れる。何回聞いても照れる。うん、何回言われても照れる。2週間後にちゃんと映像倉庫で見ます。やばい、恥ずかしい。本当に見ないで。はい、マー君さん、対戦ありがとうございます。切り抜きで見られる、誰か切り抜いてください。そこお願いします。はい、分かんない、恥ずかしい。本当に待って、お洋服にリップついちゃった。それを聞いたずんちゃんから、これごめん、勝手に星のところを補っていい？会ったことないなら、ないなら、ないないならなのか、ないなら抱きしめるのはやめときなって言われた、だって。あったら抱きしめてほしいですって言っといて。後輩なんだけどね、本当に、うん、抱きしめてほしいです。私からはちょっといけないので。恥ずかしくて、本当に本当にいけないので。待ってるね。どうしよう、来たら照れるんですけど。嬉しい、待って、やばい、照れる。朔太郎さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。レイちゃんは俺の、待って、この人初恋多すぎるんだけど。悪魔出てくるぞ、ほら。どういうこと？さっき私に初恋って言われたんですけど。待って、初恋ばっかりじゃん。うわ、うわ、みんなに言ってるやつだ。
ぴょん初恋させちゃったか、どうやったら次の初恋、次の恋できるかなって真剣に悩んだ自分がバカだった。母さん、へーって川の方さん、大変ありがとうございます。作太郎さん、ミラーボールありがとうございます。興味津々、たくましさ見てみたいのよ、どんな感じなのか。ありがとうございます、ミラーボール、ありがとう。山内さん、ミラーボールありがとうございます。すごい、みんな投げてくれてる。でもミラーボールってさ、あれに含まれないんですよね。だから別のハロウィンのあれ別ので歌うやつ決めればいいのかな。フルーツ食べたいフルーツ食べたいあ、お化け猫って言うんだって、さっきの。お化けだ。あ、お化けだよって来てる。お化けなのかな。お化け、お化けですね。じゃあお化けが来た時も歌います。山内さん、ミラボール1つ、パンダさん、ミラボール2つ、ありがとうございます。3つ分。どこまで、ワクワクしてるわ、ジョワンニトキンってセクシーだね、これももこれをもって。ありがとうございます。まず1個分、男らしいマッチョがタイプよ、でも本当はそんなことないけど、じっと見つめを立ててあげなきゃ、何にも釣れないわ。ありがとうございます。2番初めて歌った、見た。ともゆきさん、コウモリありがとう。 A' さん、ハッピーハロウィンありがとう。はるきゃんさん、初代富山推しさん、これはもう触れてほしいってことですかね。まあ触れないでおきますね。はい、ニヤニヤしてるはるぴょんを見てニヤニヤしている竹兄さん、幽霊、お化け、お化け、これはお化け、お化け、ありがとうございます。ともゆきさん、幽霊ありがとうございます。お化けがあるので歌います。竹兄さんのお化けを歌います。甘いため息一つだから、こっちが、あ、やばい、間違えた、怒られる。そしてわからん、誰か教えて、B メロ。まあ、なんとなくでごめんなさいね。こっちが頼むんじゃなくて、やらせてくれ、頼まれるように、ワルピョン。ありがとうございます。竹兄さん、幽霊、間違えた、お化け、ありがとうございます。ミラーボールお化け、作太郎さん、ミラーボールお化け、ありがとうございます。もうミラーボールお化けになった、この名前決まり。筋肉に抱かれたいの、いつの日かどこかで、
私のために頑張って、ありがとうございます。おお待って、サプライズレバーさんがミラーボールお化けを10個も投げてくれた。終わりそうだ終わっちゃいそう、この曲。ありがとうございます。サプライズレバーさん、ちょびっくりした、今びっくりで変な顔しちゃってたわ。絶対万能パー、なんだこれ、なんだっけこれ、なんて言うんだっけ、帽子、ありがとうございます。ともゆきさん、こんもり、ありがとうございます。サプライズレバーさん、ありがとう。ミラーボールお化けを歌います。押したら、私のために頑張って、筋肉に抱かれたいの、折れるくらい強く胸が熱くなるよ、腹筋だって割れてるし、これも持って、これで今何個だった、1、2個か。髪をかき上げながら試すように反応を見るわ、ワルピョンで4つ目で、待ってね。はーっと顔の方さん、作太郎さん、大さん、ありがとうございます。ジャンナカさん、言われありがとうございます。4、筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの、女の子には興味津々、たくましさ見てみたいのよ、どんな感じなのか、ワクワクしてるわ、上腕にと筋ってセクシーだね、全部持って。終わっちゃった終わっちゃった、7つ、あと3つある。なんかありがとうございます。なんか角生えてたら歌ってそうな曲ありますか？アンコールでもいいですしアンコールとは母さん、大さん、ありがとうございます。角生えてたら歌ってそうな曲、ありますか？サプライズレバーさんがこれって言ったらそれ歌うんですけど、投げてくださったので、ミラーボール、ミラーボールじゃないか、ミラーボールお化け投げてくださったので、特になければ皆さんに任せます。だってうわ、一番難しいやつ筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの、女の子には興味津々、どれにしよう、最強ツインテールで、ツインテールじゃないけど2つっていうことで、さっきコメントがあったので、はい、2人かな、
体育館の西側の階段は階段は下級生とすれ違う唯一の場偶然昼休みに何度通っただろうさりげなくありがとうございます。ミラーボール短いかこれで2つ分、次で2つ分くらいか。君の姿探してたんだ聞き覚えのある声思わず振り向いたらありがとうございます。ミラボールありがとう、道がミラボールお化けありがとう、そして作太郎さんハートありがとう、キュンです、ありがとう、そしてバラの騎士さん、森のパンダさん、大勢ありがとうございます。あざまるすいさん、やいちゃまるやいちゃおう、まるぴょんはさっき歌いました。つっちーさん、大勢ありがとうございます。眠たい。なんか別に、なんかこれ見たらガチガチにメイクしなくてもいいんじゃないって思ってきちゃった明日やばい。メイクするより、メイクするよりその時間も配信、いやそれは眠いかも。ショートさん、作太郎さんハートありがとう、キュンです、ありがとう、そしてコウモリショートさんありがとう。いや明日6時に起きようか、待って、いや7時、早くても7時とかかもな、まあ起きた時間に起きます、頑張ります。あ、配信はしないですけどね、その時間には。あ、した方がいいのかな、して時間合わせとかした方がいいのかな、ちょっと待って、明日のあれも考えながら、でもさすがに明日の朝配信するときにコスプレしますとかないですけどね、はい。さすがに配信してもこれかもしんない、うん、もう昨日と一緒じゃんって言われたらそれまでなんだけど、朝だから許せっていうね、その場合は。クロロロシルフルさん、大勢ありがとうございます。しゅんごさん、ハートありがとうございます、キュンです、ありがとう。え、だって今日さ、全く見て、日焼け止めも塗ってないんですよ、本当にもうすっぴん、もうお風呂あいありーみたいな感じの状態なのに、今日なんか肌めっちゃ白く見える、なんで、あ、白い服着てるからかな、自分で解決しちゃった。テレ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 、しゅんごさん、ハートいっぱいありがとう、キュンです、ありがとう、ありがとうございます。ちょっと7時に、うん、頑張って起きようと思ってみるね。起きれなかったらごめんね、でも起きて、まあ起きて顔洗って歯磨いてとかいろいろして、配信、朝ごはん食べて配信できるぞってくらいのなんか
雰囲気になったら配信始めます。でそれがもし無理だったらごめん。うん、普通に無理、時間無理ないってなったらごめん。もう顔洗って歯磨いてもうそれで精一杯とかなったらそれはごめん。だからあんまり期待はしないで。マックミックさんハートありがとう、キュンです、ありがとう。でもできるならね、みんなと時間合わせをギリギリまで、本当にできるギリギリまでやりたいなと思っているので、私が明日できる時間は限られているのでって感じです。ということでランキング読みます。すみちゃん対戦ありがとう、たまゆきさん、お化け、間違えた、幽霊ありがとう、ふうみんさん、コオロギ、コウモリありがとう、配信はやれたとしても10時半までかな。うん、そうですね、そう でもドボンは10、12ぐらいまでできるかなって感じ、ギリギリうんって感じだから、そうなの、だからボーナスタイムは全くできないんですよね。なのでそれはマジであれなんですけど、ということでやばい、あと3分、待ってやばい、ランキング読むよ、1位、乾さん誕生日おめでとうございました。そして光る猫、お化け、ありがとう。2位、サプライズレバーとチームチラさん、幽霊いっぱい、お化け、サプライ、なんだっけ、ミラーボールお化けいっぱいありがとう。3位、パンダさんありがとう。4位、エイダッシュアットピョンダさんありがとう。5位、サクタロアット今日のハルピョンは凄まじい可愛さでしたさん、ありがとう。5位、間違えた、あれ4位、待って、4位、エイダッシュピョンダさんありがとう。5位、サクタロさんありがとう。6位、トラックエロアットゴリさんありがとう。7位、万能オッパーカムサムニダー。8位、デビルタケニーさんありがとう。9位、山内やっとニャンニャンニャンピョンかける3さん。はい、知りません。10位、キムチャイオーナーオッパーオンニーニムカムサムニダーありがとう。11位、スミちゃんと嫁の ためのタワーよりピョンのお話し会優先やろ、あ、さようでございます、ありがとうございます。12位マックミックさんありがとうございます。13位ともゆきさんありがとうございます。そして本日のラッキーエイト88は、そうですね、今絶賛お話し会中なので、あ、間違えた、やばい、違う、お話し会再販中なので皆さんお待ちしておりますはず。そして本日のラッキーエイト88は千本桜さんありがとうございます。ということで皆さんありがとう、にゃんにゃんにゃんぴょんぴょんぴょん、イエイ、はい、ありがとうございます。ということで最後、最後じゃないか、これが最後、ドーン、マルセイさん大変ありがとうございます。ということで最後に今日はキャッチフレーズをして終わりにします。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはあるー、ワルぴょん、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプであなたにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表ハルぴょんこと橋本春菜でした。皆さん本日はありがとうございました。いいハロウィンをお過ごしください。私はこのままピョンムービー撮るのがとっても恥ずかしいです、はは。おやすみなさい、バイバーイ。
倉さん最後までいてくださってる嬉しい。おやすみ、またねー。